私がツイッターのですね、ものを削除したっていうことがあって、いろいろとね、もうバカな人が警察にバレるから削除したとか言ってるんですけど、もうシンプルに今裁判を戦っているので、裁判官にあまり悪いイメージを与えないように、まあ消したに過ぎない、弁護士さんのアドバイスがあって、万全を期しておきましょうということで消したに過ぎないのであって、でまあこの動画を作ることも若干躊躇はしたんですけども、青汁王子が解説の生放送をしてくれて、まあ広志というね、ちょっとまあ法律よく分かっていない人がですね、まあ、また相変わらずでたらめなことを言っていましてですね、ちょっとそのことについて解説していきたいと思います。今社会問題になってるんです。ちょっと社会では使い物にならない人がめちゃくちゃ急増していると、まあ、これはまあゆとり教育の影響もあるかもしれないですが、今こういう20代30代がめちゃくちゃ多いわけですよ。契約を決めることができない、こういう人にはこれです、法的措置しかないです。これはもう要は家庭内では許されるわけですよね。でもそれが一般社会に出たら、それがいろんな人に迷惑をかけてる以上は許されないわけですよ。今回のこの乗っ取りの件ですけども、青汁王子が言ってくれたように、私が代表権を渡したことに問題があるわけです。それは私自身はすごくですね、問題があったということで、後悔はしていませんが反省しています。若い女性が活躍できる社会にしようというところで、僕は代表権付きで、彼女に任せることによって11億円の借金があるよということも明確に伝えて、代表権を譲渡しているわけですから、都合が悪いから返してくれと言ってるわけじゃないんですよ。彼女に被害が出てくるから、もうあなたのような無能な人に代表権を渡してしまったから申し訳ないけど返してねと。これまで、あなたが代表権を持ってる間いろいろとね、精神的に大変だったから月100万円をお出しするからいう話をしたところから、こういうトラブルになっている。でそこで代表権があるということで、悪い大人が彼女の周りに集まってきてですね、彼女をコントロールしようとしているという今状態なんですよね。そこでですね、どういうことが今起こっているかっていうと、すでに彼女自身は裁判所に対してですね、自分が代表者でないことを認めています。ここは非常に大きなポイントになってきますので、ちゃんと書類付きで ご説明しておきます。訂正申したでしょう。4月14日、ついに自分で認めてしまいました。代表者臨時管理人立花組って認めちゃったんです。これ立花組を認めたということは、すでに大津さんは自分が代表者ではない、あるいは代表者ではあるけども政治家組織48との規約を見て立花組を、まあ、再建したとするという、でこの変遷がもう完全に大津さんは規約に基づいて党は運営されることを認めているというふうに考えられます。このようにですね、彼女の申請は辞任する書類に記名や押印したことない、それは見たことないって言うんですよ。それはそうですよね、そんなもんないから。これ申請書をですね、弁護士さんが法務局に問い合わせすれば全部見れるんですよ。でも見もせずにそんなものが出されているという陳述書を出していると。もうね、幻いいところの世界です、これ本当に。相当頭の中で妄想する力があるんだろうなと思います。本当に、このね、世代の人たち、親からの虐待を受けて、親からの指示通り動いている人は、何でもかんでも自分の都合のように考えるんですね。で、これは、広志というやつがいるんですが、僕に対して背任罪や脅迫罪、もう逮捕が近いとかって平気で言ってるわけですよ。6件の刑事告発をしてると言ってるんですね。で青汁君がしっかりとそれは聞いてくれてるんですけど、じゃあこの件で受理されたのがあるんですかって言ったら、いや受理はされてないです。刑事告訴とか告発なんて誰でもできるじゃないですか。でもそれが全くその意味がないもの、事実ないものをやると虚偽告訴罪で広志君が刑事責任を負うということになると思います。でここについては法的な措置を行っていきます。まあそれは当然ですよね。立花は間もなく逮捕されるっていうことをあっちこっちで吹聴してるわけですよね。でも全然この6件の根拠がない、都合のいいように人から聞いた情報の中から100ある中の1つ自分にとって都合のいいものを拾い上げていく、そういう人格なんですよ。皆さん見たらわかるでしょ。反社から金返せと言われて困ってるって僕は言ってるんですよ。
反社からお金借りたこともないし、もう矛盾してるのがめっちゃわかるんですよ、これ。反社からお金を借りているのは、政治家女子48となりますよね。もちろん、借りてませんよ。333人の債権者がいます。このうち2人反社だって言うんですよ。反社がお金貸してるんだったら、誰に返せって言うんですか、これ。大津さんが今代表だって言ってるんだったら、大津さんに金返せって言った方が合理的でしょ。少なくとも僕にも大津さんにも両方言うべきじゃないですか。なんで僕に反社の人がね来て、反社が僕に金返せなんて言ってきたら、それこそすぐ訴えるじゃないですか。で、そもそもこの333人の名前ってちゃんと出てますからね。見ようと思ったら見れるんですよ。お金貸してくれてる人、ちゃんと政治資金保護者出してるから。どの二人が反社やっていうねって話なんです。もうね、このヒロシという人物は本当にもうどう考えてももう幻覚妄想です。むしろ裁判所は呆れ返ってるんですよ。何がしたいんですかと。仮の申し立てをして大津さんがね代表者だというようなことをされてるのに、どうしてここに来てないんですかと。先週木曜日、何がしたいんですか、持ち合わせていませんっていうんです。弁護士代理人のね、は急ぎであなた代表者としてやってほしいんでしょ。あなた自身が立花久美さんをもう代表者として裁判起こしてますよね。立花久美さんじゃなく大津さんが代表したいんですよね。何がしたいんですか。ここに書いてるのは選挙に影響が出る。でも選挙出てますよね。こう言われて持ち合わせていない。和解案についても持ち合わせていない。で、時間くださいって言いましたけども、連休明けまで待ってもらえず、5月の2日、明日には、まあ、明日までは一応待ちますが、内容遺憾によっては、債務者側ね、こちら側に伝えることなく決定しますよって言われて、この取り付け騒ぎのことも言ってました。僕自分で言ってます。取り付け騒ぎ起こしに行ったら、それ当たり前じゃないですか。このまま大津さんが代表していたら、お金を貸してる人が不安になって、みんなが金を返せって言い出すのに決まってるじゃないですか。大津さんを操る黒川君という人間がいて、この人間に130万円渡すなんて、あとプラス大津さんに月100万円渡すなんて言ったら、不安に感じた債権者が金返せっていうのは当然じゃないですか。それをまるで僕が悪いことをしたかのように言ってるんですね。全然違いますか。で、あと3億円の僕が党からお金を借りています。で、このお金もめちゃくちゃ皆さん説明してるじゃないですか。3億円の内訳がわからない。すでに2億円ガーシーに貸してますよ。党から僕個人で借りて、僕は個人としてガーシーに貸してます。これずっと言ってるじゃないですか。で、残りの1億円は僕がこの NHK から国民を守るという党を作るときに、選挙でめちゃくちゃ個人としてお金借りたんです。当時は個人でして借りなかったから、個人で借りたお金を立花が党から個人的に借りて返してるだけじゃないですか。3億円ちゃんと説明してるじゃないですか。説明してるのにね、この妄想どもはですね、そう、自分にとって都合の悪い情報入ってこないんですよ。例の片岡君が出したスクショですけども、いわゆる大津さんは拮抗縛りをしてね、拮抗縛りをさせてあげるから10万円って企画出してたんですよ。現に無知で叩いて1万円とか平気で本当に考えたんですよ。僕はそれに対してだから、やってもいいけども、政治資金パーティーではやっちゃいかんでしょと、脱税になるからって何度も言って、二人とも納得してるのに、納得してそれはやめると言ったのにやらずに、まさに乗っ取りですよ、これ。ああ、もうバレた、しゃあない、もう立花にバレた、ここまで来たら乗っ取ってやるって言って、乗っ取り計画が出てきたんですよ。現に今は我慢しましょう、乗っ取りましょうっていうね、そういう LINE のスクショが送られてきて、別の人からですよ、黒川君陣営に引き込まれた女性から、こんなの出したら殺されるかもしれません、勇気持って僕に LINE くれたんですよ。乗っ取ろうとしているじゃん。あなたたちがそうやって拮抗縛りとかやろうとしたスクショ、これ事実じゃないですか。これ片岡君が捏造したとでも言うんですか。そういうのを実際にやったかどうかじゃなくて、そういうことを検討していること、そしてその検討していることが世の中にバレることが取り付け騒ぎになってるっていうんですよ。で、令和の虎のことまで言ってました。2000万円でお金が集まりませんでしたね。あれは見たら分かる通り破談にしようと思ってやってるだけです。そんなの借りしてくれるわけないじゃないですか。2000万円のお金を年利 3% で借りて、虎たちに何のメリットがあるんですか。本当に2000万円欲しければ出資に決まってるじゃないですか。
融資じゃなくて出資ね、株にしてくれ。それをやりたくなかったから、あれは令和の虎で宣伝しただけです。もちろんね、これはヒロシ君とかオスさんのような世間知らずの人にはこの会社の株の意味がわからないです。意味とか価値がわからないです。でもそんなの当たり前じゃないですか。世の中株の投資してる人、お金がある人ってすごいごく一部でしょ。多くの人は庶民なんですよ。でもお金がある人がちゃんと頭を使ってどういうところに投資をすれば、お金をどこに持っていけばどうやって売れるか儲かるかって分かってるから。だから投資家からすれば、こんな株式会社立花隆のね、今後の将来性なんてどう考えても美味しいとなるわけですよ。で、青汁君が昨日言ってくれてましたけど、一番守らなきゃいけないのは誰ですかって話を戻せばね、誰なんですかって言ったら、それはもう間違いなく支持してくれた、一票を投じてくれた国民有権者なんですよ。 NHK にお金を払わない人を守るって作って、それで投票してくれた有権者一番に守らなきゃいけない。もちろんこの党の活動をするためにお金を貸してくれている債権者を守らなきゃいけないですね。で、もちろん党の職員や党のそういう党員ですよね、議員さんを含めて守っていかなきゃいけないです。こういうことを考えるのが当然じゃないですか。それは僕が確かにオープさんに代表権を渡してしまったことは失敗です。これは党を伸ばすためにやったことですけど失敗してます。で、まさか大津さんがこのようなね、まあまさにそうでしょ、親からの虐待を受けてるって本人も言ってましたし、で、親からの指示通り動いて子役として承認された。今も子供のままなんですよ。親の言う通りにやっていきたい、承認されたい。で、善悪を決める能力がない。まあ、この後これは家庭では許されましたけど、この後法的な措置を取っていきますので、昨日の話も分かるじゃないですか。青汁君が、ヒロシ君と電話した時の青汁の冷たい顔見たら分かるでしょ。もう間もなく立花逮捕近いなんて、仮にそれが事実だとして、そんなこと言ったら捜査妨害でしょ。で、警察から何か言われてるから僕がそのツイッターを消した。あなた逮捕って言ってるじゃん。ちなみに僕一度も逮捕されたことないからね。そもそもこんな大津さんの住所を晒す、そんなの住所を晒すも、ここ自分でも出してきてるじゃん、載ってるんだから、政党の代表者なんだから乗ってくるんで、それ仕方ないの。こうやって大津さん住所出てくる、それは自分で選んだ道でしょ。居住実態がない、選挙にも出てる公人じゃないですか。こういうね、いわゆるちょっとそのゆとり世代の人たちっていうのは、自分にとって都合の悪いことだけは被害だ被害だ人格攻撃だって言ってくるんですけど、いやいや、他の人の人格とか権利めちゃめちゃ踏みにじって蹂躙してるからね。今回よく分かりましたけど、こういうね、人がある程度一定数いるんですよ、社会に。その人たちがインターネットというものでつながるわけですね。日頃生きづらいわけですよ。自分は頑張ってるのに評価されない、クソ悪いのは上司だ、いわゆるこれ多罰型っていうんですけど、他人女罰、自罰と多罰です。日本人はうまくいかなかった時に自分を責めるんですよ。俺がね、今日ヒット打てなかったから、あそこでエラーしたから俺チームが負けたんだ、自分を責めるっていうのが日本の文化なんですが、最近このね、他人を責める、うまくいかないのは立花が悪いんだ、うまくいかないのは上司が悪いんだっていう多罰型が増えてきてるんです。まさにこれ親からのね、過保護で育ってきた人たちに多いということです。まあ、こういう目でですね、大津さんやヒロシ君の発言をですね、ご覧いただければですね、なるほどというようにご理解いただけると思います。ということでね、まあこれちょっと動画裁判の決定が出るまでやるつもりなかったんですが、まあ青汁くんがああいう形でですね、三崎裕太くんが出してくれましたので、まあ誤解を受けてる人もいるかもしれません。不安を感じてる人もいるかもしれませんので、まあ僕は裁判の決定についてはですね、もう全然もう余裕でこちらが勝てると確信してます。法律的なことを言うと、そもそも立花久美さん、うちの娘、代表者じゃないじゃん。誰がどう見ても。もう裁判自体が成立しないんですよ、これ。もう、この通り、大津さんは僕の娘を訴えてるんですよ。だこんな裁判、そもそも成立しない。当事者適格がないから。なんで、久美ちゃんを訴えたんですか、と。ちなみに裁判所からは、斉藤さんが代表者になる可能性があるので、斉藤健一郎さんを代表者、代表者とする委任状を弁護士さんに預けておいてくださいとまで言われていますので、まあそういう状況なので、そんなにですね、心配しておりません。
大津さんの方に代表者が行くという可能性はもう極めてもう限りなくゼロに近いと私は考えていますので、特にね債権者の皆さんそこはご心配なくとね、もうお金がね自由に動かせるようになれば返金希望の方にまずお返しをしていきますので、そこはご安心いただければと思います。ということで終わります。 NHK の復興は